はい、皆さん、毎度毎度。今ね、0.2% の塩水でね、それをただ普通に一層式でね、電気分解ね、何ボルトでやったかな、なんかもう最近12ボルトでやっちゃってんだよ、この泡の立ち方が悪いからね。ただ、今回はね、何をするかっつったらね、生成後さ、30分ぐらい置くと、pH が自然と下がるって言ってたじゃない。あれをもう一回ね、検証したいんだよね。ただね、やっぱり家庭用の我々がやるようなね、道具だとね、やっぱり泡の立ち方が悪いのよ。やっぱり時間がかかる、あと電圧が弱いのか、何か構造上の問題があるんだろうね。なんかだんだん濃くなってきた、上の方が。だんだん濃くなってきたような気がするんだよね。やるたんびに、ほら。ね、やるたんびになんかだんだん濃くなってきてる気がする。これはちょっともうちょっと置いてみるべきだね。これね、かき回さないでね、次亜塩素酸チェッカーで、試験紙でね、上っ面のね、液体をね、測ったのよ。そしたらね、次亜塩素酸の反応があるわけ、上積みは。我々がやってるね、このほら、なんだっけ、炭素の棒だの、こんな曲げ板なので、12ボルトで電気分解しても、3分とかね、5分ぐらいじゃね、塩素の匂いがね、してこないのよ、0.2% だと。1% だと、2% とかやればね、結構塩素の匂いしてくるんだけどね。まあ、明らかにこのゴミの量違うでしょ、ほら、この辺。最初にやった時はちょっとアルカリだよね。こっち今、次亜塩素酸のは真っ赤になっちゃってるけど、これは今黄色くなってきた。時間を置くと、混ぜるとダメなんだよ。混ぜなきゃいいんだよ、混ぜなきゃ。うん、混ぜなかったら分離するんだよ。下にアルカリ、上に酸性って。だから上積みだけ使えば、もしかしたら次亜塩素酸だけ取り出せるかもしれないよね。仮説はね。だからほら、30分置くとアルカリ、なんだっけ、ペーハーが下がるって言ったじゃない。あれはだからシェイクしちゃダメなんだろうね。そーっと置いとかないと。うん。そうすると分離して、勝手に分離してね、熱いよ、ほら、お風呂なんかで下が冷たくて上が熱いのってあるんじゃない？あれってなかなか自然にはかき回さないんだよね。ちょっとぐらい混ぜてもまた元戻るよね、あれ。でもとりあえずこれでちょっと仮説の証明しちゃいましょう。ね、上積みだけね、取ってね。ちょっと上積みだけ取ったね。これが何なのか。ちょっとペーハー測ってみようか。これがもうアルカリだったらもう終わりだね。これがだったらもう分離してないってことになっちゃうから。まあ、おごって 20ppm、10ppm かな。ちょっと 10ppm だね。だけど 10ppm の次亜塩素酸はできたかもしれない。10ppm の次亜塩素酸はできたかもしれない。だからもうちょっと、パワーがないから、もっとやんなきゃダメなのかもしれない。30分ぐらい、ちょっと電気分解してみましょう。はい。もう一回ね。まあ、これはこれでもういいです。これはもういらない、これは。なんとなくね、下にアルカリが重くて溜まるって、この前言われたんだよね、誰かにね。ほんで、酸は浮くと、上に。だから、それをうまく使えば、分離して、上積みは、次亜塩素酸水が取り出せるんじゃないかっていう仮説なんだよ。また、実験器具作ってね、ちょっと実験してみます。はい、お疲れ様でした。